はい、ついに出てきましたね学術会議、国から分離井上担当大臣、会長に検討要請。 来ましたね。<laughs> 北リりんごって感じですよね、えー。私も最初からこれ言ってますからね。もう学術会議の話が持ち上がった時から、もうこんなもんね、あのー、もう国から分離せいと、えー、廃止して、あと民間でやらせいって最初から言ってました。で、私がガンガン行った後結構多くの方は同じように言うようになりますけど、多分一番早かったんじゃないかな。こんなもんぶっ潰せって、多分私が1番か2番か分かんないけど、相当早かったと思いますよ。ちょっと読んでみましょう。<laughs> 井上科学技術担当大臣は26日、日本学術会議の梶田会長と内閣府で会談し、学術会議が進めている組織の見直しについて、学術会議を国の機関から切り離し、しっかり組織の在り方も見直してもらいたいと伝えた。はい、私が言ってたことがようやく、えーえー、まだ、ま、決まったわけじゃないですけど、動き始めましたよ。 だから、河野さん、ぬるいよね、えー、こういうところを切り込むべきですよ、はんことかじゃなくて、えー、はんこを目の敵にしてなくて、日本学術会議をぶった切ってほしかったんですよ、で井上さんという人があの、科学技術担当大臣なんですね、はい、科学技術。はいえー、そこから、ね、 えー、国から分離という話がね出たね日本学術会議の会長に出たって言うんだから、えー、これもぜひやっていただきたいですよねまあもう完全に返りを浴びた形になってると思いますけどもねまあなんていうのかな世間がどう見るっていうのを全く分かってないやっぱりね学者だなと思いますねほらあのうん言論人でもないしそのなんていうのかなテレビの世界とかも慣れてないじゃないですかだからこういう風な 態度を示したらこういう風な反感を買うとかこういう人を出して喋らしたら、ね、相当批判を浴びるとかそういうこと多分分かってないんだねだからまあある意味、まあ、かわいそうといえばかわいそうだけどもまあでもそんなもんですよはいあのこの世の中非常に難しいのは正しいことが通るとは限らないんですね、えー、これは何て言うのかなこれはまあある意味民主主義 民主主義ですからね最後、政権だって政治家だって票1票多いか少ないかで、ね、変わっちゃうわけですえ憲法改正だって1票票が多いか少ないかで決まってしまう。 私は民主主義あまり好きじゃないんですけども、まあ、今のところこれしかないと思うので直ちにこれをやめろという思いはしません、まあ、ただ、民主主義をどう運用していくかが重要なんですねいい民主主義になるか悪い民主主義になるかこれはですね大きな違いがあるので、えー、そういうことを前から言ってるんですけども、えー、でもやっぱり民主主義ですからこれアンジャッシュの渡部さんだってそうじゃないですか彼が復帰できるかどうかなんてそんなものを一般視聴者がどう思うかで決まるわけですよ。 だってね、何ガキツカで出るとかいう話が出て、そしてそのまま出れば、みそぎが晴れる可能性もあったわけですよね。それに対して、ものすごい反発が出て、それでこのタイミングで会見したわけじゃないですか。うん、なんでここで会見したかって言ったら、それはね、ガキツカに出るという報道が出て、炎上して <laughs>、これ火、火消さなきゃいけない。もうここ、出ざるを得なくなって出たわけじゃ,じゃないですか。 だから結局スキャンダルが出てた、えー、と,、ねえー、と芸能人がスキャンダルにまみえたときに一定期間置いてスッと復帰できる人と全然復帰できない人がいますよね。これはやっぱり一般の人の人 考え方次第なんですよ。だからこれは別に芸能人に限れることじゃなくて、学術会議もそう、政治だってそうなんですね。だからある意味、団系継,継承を守れるかどうかとか、こういうことも一緒なんですよ。だから私はね、学者がね、正しいことを言ってるだけではダメだと思うんです。だから反対してる人も、あ、確かにそうだよなと思わせるためには、じゃあどう言えばいいのかとか、まあそういうのがですね、非常に重要になってくるんですよね。だから正しいことを言うだけじゃダメなんですね。 一般視聴者、まあ、特にテレビとかもしくはインターネットですねインターネットやテレビなどで一般視,視聴者がどう思うのかっていうことで、まあ、残念ながら政治も何もかも決まっちゃうんですよアンジャッシュの渡部さんが復帰できるかどうかもまたこのガキつかが編集でカットされるかどうかもその反応で決まるわけですよええ恐ろしいんですね<う>だからこれからね何が正しいかだけじゃなくてどう見せるか この PR が重要なんだ,だってうちのパパゴンなんてね質問を受けなくてあれで終わったわけですからね JOC 会場として記者会見やったわけですよね一言僕に相談してくれれば絶対に質問を受けろってアドバイスしたのに私にねえー、聞くんじゃなくてうちの父は JOC の弁護士に相談したわけですよね それは弁護士はそれ質問を受けたらねこれいろいろあるからリスクだから受けない方がいいって言いますよねそしたらね弁護士の方がそういうふうにアドバイスしたからじゃあそういうふうにしますってことになっちゃったわけですだってそのちょっと前にほらあのガソリンがさ不倫あのほら 幹事長になることが内定した夜、幹事ちゃうになっちゃってあの、ダメになっちゃった話あったじゃないですか、あの時にです、ね、あのね言うだけ言って、えー、質問を受けずに帰って行って大炎上したわけですから、でうちの父だって、あの時にね、えー、質問を受けておけば、ですねあそこまでは何なんらか、まあ、でもまあ、あそこでやめといてよかったと思いますけどね。 今大変ですよ本当に、えー、だから結局そのねどう打ち出すかどう見せるか何を見せないかこういうことをちゃんとアドバイスできる PR に長けた人がついてないとだから日本学術会議もねなんだっけ、あのー、総理から一部否認されて冗談じゃないって意きがって見せたけどまさか <laughs> 廃止されることになるとは思ってなかったと思うんだよね。 学者がさ自分たちのね正しいと思う正義心だけでギャンギャン行ってみたところ結局 <laughs> ねもう廃止させられちゃうわけですからねまあ私が煽ったのがどこまで効果あったかは分かりませんですけどもですからまああのこういう案件まあアンジャッシュの渡部さんもそうですけどもうちの父もそうですけどここもそうですけどもやっぱ PR だよ。 そうだから安倍内閣なんかもね、森かけだ、えー、その何桜だ、賢治だっていろいろありましたけども、あれだってですね、まあ、安倍さんは正しいことを言ったわけですけど、ちょっとその辺のね、上げ足を取られるところに対する PR は、ちょっと下手くそでしたね。 <laughs> 安,倍安倍さんって素晴らしくて本当にそつなくかゆいところに手が届くような内閣運営政権運営をしたと思うんですけどただ、上げ足取りに対する対処は、まあ、だからこれね安倍さんは人がいいからさ誠心誠意向き合っちゃうわけよね。 小泉さんみたいに、はっ、何言ってんのこれ、調べてから出直してよ、こういうぐらいのことをね <laughs>、言えるような図太さがあればまだ違ったんですけど、だから、人の良さが、そこでちょっとね、揚げ足取りが本当にややこしいことをされちゃいましたよね。もちろん人間ってパーフェクトはないので、どこが良かったらどこが弱いとか絶対あるんですけども、だからまあ、学術会議で私が感じたのは、もう当然これ国から分離するべきだと思いますけども、まあ、この人たち、本当に、 下手くそだなと思いました。まあ、学者だなぁと思いましたね。思、言ってることが正しいかどうかで、私は間違ってると思いますけど、本人同士は正しいと思ってるわけだから、正しいことだけぶつけちゃったわけですよね。それでね、まあ、誰とは言いませんですけど、見た感じ、もう薄汚いクソじじいがテレビに出てきて、ギャーギャー言うわけでしょ。あんなもん見たらみんな引くよね。<laughs> 正しい、まあ、言ってること間違ってると思うけども、仮に正しいこと言ってたって全員白い目向けるよね。<laughs> もうちょっと小切れなやついなかったのかねなんであの汚い感じのじじいが出てくるのかねねえあれ見てえこの人たちみたいな感じでちょっとみんな引いちゃったってあの人たちを応援するような世論ってなかったじゃないねあまあもう,もうちょっと酔いますけどねもうちょっと酔いますよ、うん 井上氏はまた記者団に国会でも議論があり国民からもいろんな声があるそれを踏まえて私の意見を申し上げたと説明一つの選択肢として考えてもらいたいとも語ったあ,これあくまでも検討してねということですからいやいや、国の機関のままいたいというふうに言うかもしれませんが何言ってんのとばっさり切るぐらいのことはですねぜひして、まあ、ただ、ね、井上担当大臣から、ね、国から分離の提言を会長に、ね、直接投げたというのはこれ大きな、えー、進展だと思いますからぜひこの方向で進めていただきたい。まあ、たただだ彼らはただの、ねえー、準国家公務 公務員とといいうう地位それれから首相に任命されるという特,別特別感ですねしかも、えーまあ、名誉もあるしお小遣いももらえる、まあ、こういうですね利権に、ね、ぶら下がっている人たちですから、まあ、はっきり言って国家のカスですから、えー、こういう人たちがですね分かりましたじゃあ,あの国から分離しますなんて言うわけがないだから上からねはい終了ってね。 えー、誰か引導を渡さないといけないわけでしょだからもうちょっと本当にもうこの人たちもやめてほしいなと思いますまあちょっとまあ何が言いたいかというとやっぱりね PR なんですよ PR はいだから 皇位、えー、継承の話をする時もですねただ正しいことを言うだけでだめだと思うんです、えー、やっぱ聞く耳を持たすとかね、えー、どう説明したら分かる、まあ、そもそも皇位継承の話なんて結構いろいろと複雑で、あのー、簡単に、まあ、説明の仕方って難しいんですよねこれをどう分かりやすくしかもテレビなんてもうワ,ンンワンコメント20秒とかですからそういう間でどう分からせるかというのピこの PR だから何ていうのかな言論人も。 それからあの会社経営者もまあ政治家もそうですけども、PR ですね、どう見せるかねえこ,れやっぱこれだけ SNS が発達した時代なのでまあテレビだけじゃないインターネットもそうですからこの PR というのがね本当に大切ですよねえだから、これを言ったらどう反応が返ってくるのかこういうのがですねとても大切なんだなということを改めてですねえ感じた次第でございます。